皆さんこんにちは、クニネムです。シボレーのアストロ、インマニのガスケット交換するためにいろいろ部品を取り外していってますけども、今細かい部品を洗ってました。あのボルトとかあのステーとかね、ちょっとね、近所の山で木こりの方が木を切ってまして、めちゃくちゃうるさいんですけども、音が入ってた申し訳ありません。で、インマニをパーツクリーナーにつけてる件ですけども、まあ、だいぶ汚れは取れましたけど、もうちょっとつけとこうと思います。で、アッパー側、よし、アッパー側はねもう大丈夫だと思いますんで、これは終わりにしたいと思います。木を切る音がもう本当にうるさいです。もうやめてほしいなと思うんですけど、そしたらインマニのアッパー側も洗浄終わってますんで、これ水洗いします。で、今日はですね、あのバルブカバーを外していきたいと思います。サービスマニュアルではロッカーアームカバーというふうな言い方をしてますけど、まあ、タペットカバーですね、これを外していきたいと思います。まずこのインマニのアッパーを洗うところからやっていきます。
ではここから、バルブカバーを外していきます。バルブカバーは、V 型のエンジンなので、右と左と一つずつあるんですけれども、それぞれ3本のボルトで止まってます。でもそのボルトもすごくもう見てすぐ分かるような場所についてまして、等間隔で、真ん中と前後という感じですね。で使ってるソケットは13ミリを使ってます。で本当に13ミリなのかどうかちょっとわからないですけど、13ミリで外せてますね。インチ工具で似たようなサイズがあって、それかもしれないですけど、13でやってます。で、バルブカバーからの、オイル漏れ、これもありまして、シリンダーヘッドとこのカバーの隙間が、オイルがにじんでますね。で、今ちょっとこじって開けましたけれども、またタイヤの外す時の工具を使ってやってます。もう大活躍ですね。タイヤレバーはですね、握りの部分もすごく握りやすいですし、長さも絶妙ですし、で、掃除するときも、メッキで、表面仕上げのようになってますんで、ウエスで拭いたらすぐ綺麗になりますし、もう本当に不満なところ一つもなく、すごく、助けてくれる工具ですね。で今ボルト外してあとバルブカバー取るだけなんですけども、一箇所ね引っかかるところがありましてなかなか出てこなかったと。インテークにつながるホース、これがバルブカバーで L 字に曲がってついてるんですけど、そこがちょうどその上に来る配線の束に引っかかりまして、右バンクはなかなか取れなかったですね。ホースを先に取ってやれば、バルブカバー簡単に外れる、取り出せるということですけど、なかなか外れなかったんですね。で、後から、この動画でもありますけど、後から外しますけど、単体になっても外すのが結構大変でしたね。で、今、左バンクの3本のボルトを外していってますけども、左バンクはすごくやりやすかったですね。体勢的にはしんどいですけども、このバルブカバー自体は簡単にボルトも外せますし、邪魔するものもなく、エンジンから取り外すのもやりやすかったですね。で結構長いボルトがついてまして、で抜いたとき、オイルがボルトについて抜けてきます。で、そのボルトをフロアに置きますと、フロアが汚れますんで、受けるものとか、なんか1枚敷いておいた方がいいかと思います。で、今日のこの作業から、フロアに、ウエスを敷いてやってるんですけど、昨日までのここの場所の作業は何も養生しないでやってたんですね。すると、フロアのカーペットが汚れてまして、夜の作業ですと目立たなくて分からなかったんですけど、この昼間にやりますと、汚してたなと思いましてね。やっぱりこのエンジンカバーを外しての作業は養生してやった方がいいですね。またタイヤのレバーを使ってます。簡単に外れますね。バルブカバー外れまして、バルブスプリングがもう見えてますけども、この車あちこち傷んでボロボロの車ですけども、オイル交換は、今までのオーナーさんちゃんとしてたのかなとちょっと思うところが時々ありますね。で今ちょっと画面から外れましたけども、右の方に、今右下ちょっとだけ映ってますけど、配線を束ねるステーのような金属のものがあるんですけど、今右下映りましたね。コメントで教えていただきまして、このステーが、この中の配線を
なんか傷めることがあるそうです。で、配線がショートしてエンジンの調子が悪くなるという事例が結構あるそうで、まあ、取り付けるときは、まあ、そういう処置をちょっとしてね、つけた方がいいと教えていただきました。バルブカバーが外れました。ボルトと2つですね、両バンクと。で、右バンクにこれついてるホースは、インテークに入ります。あ、これだ。この下にスロットルボディがありまして、この首のところに、このホースが刺さるんですけども、これがね、カスカスなんですよ。なんかスポンジみたいな感じになってますね。多分このオイルでこうなってしまうのかなと思うんですけど、これなんかホースやり替えなあかんな。で、バルブカバーは、こう内側はね、綺麗なもんです。でもこの外側が、もう積もってますね、汚れが。なんか洗うというよりヘラで汚れを取っていくような感じになりますね。この何やろ、この黄色い。ということで、もうこれを洗っていきます。はい、それではバルブカバーを洗っていきます。ついてるもんを外します。このホースですけども、これがさっき言ってましたインテークにつながるホースで、で、この今、こじってる部分ですね、L 字に曲がってる、で、これが引っかかって、この右側のバルブカバーがなかなかエンジンから取り出せなかったんですね。なかなか外れなかったですね、この状態になっても。で、バルブカバー、中はそれほど汚れてないんですけども、この外側、ここがですね、もう汚れというか、ゴミがもう詰まったような、ま、そういう汚れ方でしたね。で、洗うというよりも、こう、スクレーパーで汚れを、こう、こそぎ落とすというかね、剥がしていくようなことを今してます。もう面白いように汚れがね、削り落ちていきました。これ何なんでしょうかね。なんか漏れたオイルがこう蓄積したものかなと。で、このバルブカバーはですね、後ろ側面にラベルのようなものが貼ってありましたね。もう気にせず剥がすような勢いでスクレーパーを当ててますけども、まあ、気になさる方はそのラベルをね、養生するか、まあ、傷つけないように作業した方がいいかと思います。パーツ番号が書いたようなラベルですね。で、この車のこのバルブカバーは樹脂でできてまして、持ってもすごい軽いです。で、色は黒ですね。だから汚れが落ちても、まあなんか綺麗になったというパッとした感じはないんですけど、まあ中にはこういう部品をカラフルに色を塗る方いらっしゃると思うんですけど、私はやったことないですね。で、別にそれが嫌なわけじゃないんですけどもね。まあそんな余裕がないというか、まあ他にもいろいろせなあかんことが山積みですんで、まあこのバルブカバーいろんな色にしたりね、このカバーだけ変えたりするのも、まあ楽しいカスタムかなと思いますね。で、時々吹きつけてるスプレーはシリコンスプレーです。こういう樹脂とかゴムとかね、まあそういうものを傷めないために、なんか取り外すときは、まあ、潤滑剥離の意味でスプレーを使ってます。
で、今持ってきたのが今度は左側ですね。左側のバルブカバーです。で、同じように取り外しているのが、これ、ここの小さなこのゴムのブッシュと言ったらいいですかね。ここにバルブカバーをシリンダーヘッドに取り付けるボルトが入ります。で、今外しそうとしているのは、PCV バルブが入る穴というかね、ゴムのグロメットって言ったらいいですかね。で、まあ、こういった部品から、まあ、その圧力で押し出された、まあ、オイル、まあ、ミスト状になったようなオイルとか、まあ、そういうのがエンジンを汚していくのかなと。まあ、今どんどんこそぎ落としてますけども、これもさっきと同じように溜まったオイル、漏れたオイルがこうなっているのかなと。普通の砂ぼこりではない感じですね。ですけれども、このブッシュとかグロメット、ゴム部品を、まあ、新品のものに交換、まあ、しますけど、まあ、しても多分このオイル漏れは止まらないと思いますね。シリンダーヘッドとバルブカバーの間のオイル漏れは、まあ、ガスケットを変えれば止まるかと思うんですけども、今取り外したこの小さなゴム部品は、おそらく新品にしても、まあ、ミスト状のオイルが出てくるかなと。ですからやっぱり定期的にちょっと見てやらんとダメなのかなとも思います。で、灯油でこれを洗っていきます。まあ、完全にきれいにしようと思えば大変ですんで、まあ、8割ぐらい汚れを落とす、まあ、感じで洗います。インマニと違いまして、このバルブカバーの汚れは、もう面白いようにどんどん落ちていきますね。で、このバルブカバーの今洗ってるこの裏というかね、中。で、インマニでもそうですけど、中側、オイル焼けが、樹脂パーツにはどうしてもできますね。茶色く変色したような汚れがつくんですね。でもあれはなんぼこすっても取れないですね。で、パーツクリーナーにつけ込むと面白いように取れることがあります。で、取れない時もあるんですよね。まあ、その樹脂の状態にもよるのかなと思いますけども。それではこれからこういうふうにバルブカバーを洗っていく動画が続きます。ご興味ない方は早送りされた方がいいかと思います。好きな方はお付き合いをください。でですね、今ちょっと懸念していることがですね、バルブカバー洗ってますけども、エンジン側をどうしようかと、エンジン側の、まあ、接合部分って言ったらいいんですかね。この、インマニでも、バルブカバーでも、当たる部分は当然きれいにするんですけど、まあ、それ以外の部分ですね。その縁の部分とか、まあ、そこも、ある程度掃除してやらんとダメなんですけど、そこがちょっとやりにくいかなと。で、このバルブカバーと同じように、まあ、積もり積もった汚れがありますんで、気を使ってやらないと、エンジンの中、ヘッドの中とかね、インマニの下側にポロッとゴミが入ってしまうかなと。で、養生してしないといけないですけど、手が入りにくいところとか、やりにくいところもいっぱいあると思うんで、まあ、エンジン側の掃除どうしようかな、なんかいい方法ないかな、なんて思いながら、ね、これ洗ってるんですけども。で、もう一つがですね、せっかくバルブカバー開けたんだから、ロッカーアームとか、ね、プッシュロッドとか、なんかできることが、まあ、いろいろあるかと思うんですね。ですけど、やってますとね、もうキリがないというか、
はい、バルブカバー、ざっと洗いまして、パーツクリーナーにつけていきます。これでまた一晩置きますね。今にもだいぶ綺麗になってきましたね。どうしても取れない汚れっていうのは残るんですけども、まあ、それ以外だいたい綺麗になってきましたね。はい、ということで、シボレーアストロのバルブカバー、これを洗浄ということでね。で、また、一晩置きまして、で、もう一度洗い直して、車に取り付けていきます。今日の動画はここまでとします。最後まで見ていただいた方、ありがとうございます。またこういう動画上げていきますので、よろしくお願いいたします。それでは。